はい、来ました。四国どっちかいね。これ左よね。これ左。あ、そう、あよさん知ってるんだ。うん、ハイドン、ハイドンネル。うん、あの結構ね有名な、うん、有名らしいね、うん。ナビがないと分かるよ。ナビ、うん、ナビできる。あ、大体分かるよ、うち。あ、そう、さすがようさん。うん、ようさんが知ってるとこなんだよね。そうそうそう。あれ、あれ、あれ、お、ようさん、女性が。女性おるよ。女性の方がいらっしゃったの。ああ。何がの、何だってんの、何がの、あれ、まあまあ、どう、まあ、まあ、まあ、ちょっとなんかね。あ、でも、ようさん、結構、ね、なんか。なんか若いな、割と美人なんじゃない。あ、ちょっと、シーン戻って、戻って。かけてみる。まあ、せっかくやし。つか、でも、なんか、なんで、てか、怖くない？ねえ。てか、あそこ、バス停やね。ちょっと見て、行ってみようか。もう一回。今何、まあまあまあ、今の何、もう一回、もう一回確認してみようか。うん。今何、何っつうか、まあ、女性が立ってたけど。幽霊じゃないよな。幽霊、幽霊まだ早いから。要さん、ハイトンネルでしょ。ハイトンネル、これ、トンネルじゃないじゃん。じゃねえ。いや、でも、ハイトンネルは向こうやけどね。あそこって怖いよね、普通に。確かに。てか、おる。あ、おるね。おるおるおる。おるおる。どうしたんだろう。ちょっと声かけてみようか。ちょっと行ってみよう。ちょっと前止めて。うん、ちょっと待って。なんか、ちょっと。あ、でもね、なんかちょっと困ってる人やったらね。ちょっと声かけてみようか。あ、そこバス停があるよね。バス待って。あら、あ、ちょっと。すみません。あの、どうしたんですか。お、ちょっと。え、どこに。あ、あの、ちょっと。なんでしたら、あの、お連れしますよ。お願いします。あ、はい、あ、じゃあったら、あの、後ろ空いてるんで、よろしければ。ああ、大丈夫、ちょっと乗せて大丈夫。大丈夫。大丈夫、乗せて。あ、まあ、っていうか、困ってる人だったらね。ちょっと怖くて、大丈夫。え、ちょっと、まあ、ちょ、まあ、どうぞどうぞ。お近くですか。え、どこまで行かれます。いいですよ、送って。どこまで行きますよ。まっすぐ。あ、まっすぐ。まっすぐ。まっすぐですか。あ、まあ近くなんだったらね。まあ、行こうか。行こうか。まあ人助けというね。ちょうど心霊スポットにね、ちょっと行こうかなと思って。行こうかと思って。うん、ちょうど心霊スポットの意味が分かんないけど。どっから来られたんです。どっから。あれ。これどっちですか。あ、右って。右。これ住宅地じゃない？こっち。まっすぐですか？これどっち右ですか？あ、左って。あ、左っておっしゃってるよ。え？なんもないよ。いやだから。次は何が？まあ。うん。え、ちょっとわからん。いや。ずっとまっすぐ。こっち何ですか？バスを待ってらっしゃったんですか？じゃあ山じゃない。山ですけど、これまっすぐまっすぐまっすぐ。ああ、まっすぐ。えってこと。どういうことで。まあまあ、ちょっと待って。あ、家に帰るね。おお、まあそうか。あ、そう、家やろ、それは。あ、収録あるかもしれない。こっちで合ってるんですか。ああ、まっすぐって。いや、すいませんね。まあまあ、いや僕らもちょうどこの辺に用事があったんで。おお、ほんとね。まあ偶然ちゃう、偶然。なんか偉いのか、なんか偉い上がっていくよ。まあそっちに用事があるんでしょう。どうなってんこれ。あれ、道が分かれてる。ちょっとこれは、これは
こっちですか？左？何これ？どっちです？右って右っておっしゃってるよ。右？右ですか？何これ？右？何これ？メモリーヒルって何？は？は？何これ？犬散歩禁止って何？何これ？あ、ここで合ってるんですよね。ここは何？え、何で車がおるの？ちょっと待って。え、てかここでいいんですか？あ、着きました。ありがとうございます。あ、忘れ物ないです。忘れ物ないですね。っていうか、え、っていうか、なんで車がおるん？あ、だから、その、え、車の人と合流したってことか。てか、ここ、え、墓地だよね。車が起きたらおかしいよね。だって今、0時。23時50分。逆に俺らも怖いんやけど。ていうか、今の人はここに用事があったのかな。この車や。でも墓地だよね。墓地よね。なんで墓地の？墓地で合流するってこと？墓地何が用事があるの？え、マジで？え、どこ行った女性？とりあえずちょっと出てみようや。ここがどういうとこか分かんないし。あれ誰？あの車の人と合流したんかな？あ、この車？ああ。はい。これでもいないよ。乗ったんかな？止めんの？車の人と合流したってことかな。え、気持ち悪い。なんか変わった人やったね。え、でも連絡取ってないよね。にしても。ああ。っていうか、あの人、だってずっとあそこに立ってたもんね。突っ立ってて。怖っ。そうそう。なんかこう、どういうこと？なんかいろいろ。一言も喋ってなくない？なんかこっち質問してもさ。うん。いや、まあ無口な人なんやろ。喋ってまあなんで車がおるし。だからあの人と合流したってことか。そういうことか。あ、でもね、あそこでずっと待ってるつもりだったんかな、あの人。